ついにこの会社は労働精神障害者の中年アルバイトを即日クビにして労働審判を起こされたが、20万円の審判、3ヶ月分の審判降りたけど、会社が一方的に決定、訴訟に移行したぞ。ついにこの会社、労働訴訟に発展したぞ。労働裁判に発展したぞ。どことは言わないけど、精神障害者の中年アルバイト、半年ちょっと働いたような中年アルバイト即日クビにして労働裁判に発展したぞ。労働裁判に発展したのはここの会社のやつだぞ。もともとその申し立て人である精神障害者の中年アルバイトは労働審判で3ヶ月分の解決、20万円の解決ってとこだったけど、ここの社長は頭に血が上ってカーッとなって、そんな無払いとないって言って、ゼロ円じゃ損害賠償請求したいんじゃって言って、ついに労働裁判訴訟になってしまったぞ。ここは訴訟沙汰の会社だぞ。ここは訴訟沙汰の会社だぞ。すごいね、訴訟持ちの会社だ、訴訟持ちの会社だ、イエイ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 。